キブドは、コロンビアの太平洋自然地域のチョコ圏の県と。キブドとも、2016年の人口は10万8100人。アトラト川が流れる。アフリカ系コロンビア人と残暴人が大半を占める。かつて、極めて湿潤なチョコネ帯タイウリンは、メソアメリカ文明とアンデス文明を隔てていた。1648年、フランシスコ海がエンベラ人から土地を奪った。 1654年、先住民は鎮圧され、都市が建設された。チョコ地域に拉致された黒人奴隷は、最初は高湿度の気候を生かした洋室農業に従事していたが、後に漁業や森林資源収集によって暮らすようになった。マゼラン海峡を通らずに太平洋と大西洋を結ぶ航路を開発するに、あたってヨーロッパ人はチョコ地域の価値を認識した。 プロイセン王国の地理学者のアレクサンダー・フォン・フンボルトはアトラト川地域が最高の土地だと考えた。1914年にパナマ運河が開通したことでチョコ地域への関心は薄れていった。アトラトダニで金とプラチナが発見されたことでキブドは成長しチョコ地域の中心都市となった。天然資源の枯渇に伴いチョコ地域とキブドの地位は低下していった。 熱帯雨林気候に属し、明確な季節はない。人口10万人以上の都市に限ると、キブドの降水量は世界最大である。東のアンデス山脈が熱帯収束帯が作る西からの風を止めるため、一年を通して雨が極めて多い。ありがとうございます。